2月10日木曜日の全国の天気をお伝えします。今日は南岸低気圧の影響で関東甲信地方を中心に大雪に警戒が必要です。ではお天気傾向を見ていきましょう。関東地方この後雪の範囲が次第に広がり、午後は降り方が強まる見込みです。明日にかけて東京都心でも5センチから10センチの積雪が見込まれています。交通機関に大きな影響が出る可能性もあるため最新情報にご注意ください。その他内陸部を中心に大雪に警戒が必要です。そして西日本雲が多い空でこちらもにわか雨やにわか雪の可能性があります。北海道は晴れて日差しが届きます。今日の関東地方は昼間は0度前後で推移し極寒の一日です。暖かい服装でお過ごしください。お天気アプリウェザーニュースからも最新の雪情報を見ることができます。こちらもぜひご覧ください。